はい、どうもです。おやじでございます。今日はね、恵方巻きを食べたいと思います。まあ、実家にいる頃はね、よくやっぱり親が買ってきてくれて食べてたんですけども、一人暮らしし始めてからなかなか食べなくなったかな。まあ、今回はね、ちょっとコロナもあって、無病息災、コロナが早く収束するようにね、それを願いながら食べようかなってことでございます。今日はね、2月2日なんですけども、まあ動画があるのは2月3日、明日になっちゃうんですけども、2月2日ね、今年は124年ぶりかなんかに2月2日の節分ってことらしいんですけどもね、まあ、早速恵方巻きを食べていきたいと思います。今年はね、南南東ってことなんで、今この向きが南南東になっております。まあ、ちょっとね、美味しく食べたいんで、醤油とかをどうしようかな。だからこれをね、この後も黙っていきます。いただきます。コロナが早く収束しますように、皆さんが幸せになりますように、いただきます。